ブーカーです今回はですね、あのー、ま、あ私のね、ダメだ、ちょっと笑いが来ないぎりちょっと待って、面白すぎる。あのー、ま、あうち、<laughs> 違う、これね、これね、あの、アニメのキャラクターの真似をし,としてね、笑ってるんじゃないの。マジで面白くて笑ってる。<laughs> いや、ちょっと待って、や,やばいやつになってるちょっと待って、待って。見てください。なんと、うちのハムスターのね、このカゴを、<laughs> あの、なんかね、うちのハムスターね、すごい悪くせがあって、ちょっと出てきて。うん。あのー、まあですね、ここら辺噛んじゃうんですよね、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ噛んじゃって、もう本当にここ、もう良くないんですよ。もう噛みすぎて、本当に跡が残るぐらい噛んじゃってるんですよね、こういう感じで。で、まあ親父がそれに対してぶチ切れたのかもしんないんですけど、ここぶん殴って壊しちゃったらしいんですよ。すごいっすよね。 ぶん <laughs> 殴って壊すってさ、どんな、どんな力で殴ったんで、で、それで、なんかさっき親父が電話してきて、で、昨日の夜、そうやってこう殴ってぶっ壊しちゃった、つってなんか謝罪をしてきて、で、謝罪にさらになんか愚痴を言ってきて、あいつカリカリカリがうるせえんだよっつって、まあ、親父、あの、下でよく仕事してるんで、まあ、多分すげえイライラしてたんでしょうね。<laughs> だいぶイライラしてて、うん。で、なんかその、なんだろうね、夜になんかパチ,パチンパチンパチンってずっと聞こえて,てきて、何の物をと思ったら多分これを、 ぶっ叩いてる音だったんでしょうね。うん。こうやってぶっ叩いてる音が、まあ、ペシビペビシビでずっと聞こえてきてて。だ,だいぶストレス溜まってたんでしょうね。バカ発して、<laughs> ぶっ壊 <laughs> やばすぎでしょ。どういうことやねん。ぶっ壊されちゃってっていう感じで、まあ、ストレスがだいぶ溜まってたようなんですよね。はい。ね、よくわかんないんですけど。<laughs> なんでちょっとね、僕がね、あの、稼いだ給料で、あの、この子の、あの、まあ、この、 かっこでい、台、ね、をね、買わなくちゃいけないことに、ね、<laughs> 面白すぎるよ、ね。で、この状態でハムスターはね、ここから逃げずというね、なかなか面白い状況ができましたよ、もしね,ねえー。でもこの子も本当に、なんかストレス溜まってるのか知らないんですけど、やっぱりそうやってこう、ね、あの、ね、かをこう、 なんだ、噛んでしまう癖があったじゃないそれはまあまあ、良くないなとは思ってましたけど。さ <laughs> かね、親父にね、あの、カゴをぶっ壊されるとは思ってなかったですよ。ということで、まあ、新しいね、あの、カゴを買って、またそれを紹介する動画を撮ろうと思うので、皆さん、チャンネル登録、高評価、お待ちしております。とで、バイ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 ね、バイバイ。かわいいね、本当にお前は。